メンラボ所長の壺洗いです。薬には副作用がつきものです。世の中には男性の性欲と深く関係がある男性ホルモンの数値を大幅に下げてしまう恐ろしい薬があるのをご存知ですか？その正体はこちら、スルピリドです。このスルピリドは統合失調症やうつ病の治療に用いられる精神科のお薬です。スルピリドの服用を始めると体にどのような影響を及ぼすのかを表したグラフがこちらです。グラフで示しているのはスルピリドと男性ホルモンの関係です。折れ線になっているのはテストステロン値ですね。このグラフを見ていただければお分かりいただけるように、スルピリドの服用を始めると最初の1ヶ月で男性ホルモンの量が急低下してしまうということです。ああスルピリドはうつ病の薬か、じゃあ自分には関係ないかなと思った方もいるかもしれませんが、実は高脂血症のお薬の中にも男性ホルモンの数値を大幅に下げてしまうものがあります。高脂血症というのはコレステロールとカロリーの摂りすぎで起こる、いわゆる生活習慣病ですね。高脂血症になってそのまま放っておきますと心臓病や脳卒中の原因となる動脈硬化を起こしてしまう、すごく怖い病気です。この高脂血症になってしまった方に処方されることがあるのがこのスタチンというお薬です。スタチンを飲むと高脂血症で上がったコレステロール値を下げてくれるのですが、それと同時にテストステロンという男性ホルモンも大幅に減ってしまいます。これはどういうことなのかというと、テストステロンというのはコレステロールからできているからです。コレステロールって超大事なんです。コレステロールを悪者にする風潮がありますね。コレステロールを下げよう下げようとして、コレステロール高いから下げたいですという人は多いと思いますが、コレステロールを下げると下半身に元気がなくなってしまいます。さらにイライラして仕事にならなくなってしまったり、そういう症状が発生します。そういう事情もあって現在は高脂血症の治療で男性ホルモン値を下げるスタチンが処方されることはほとんどなくなってきていますので、ご安心ください。では男性ホルモンを増やすコレステロールを上手に摂るにはどうしたらいいのかと言いますと、これは体にいい油を摂取するようにするということです。体にいい油で代表的なものは青魚に多く含まれている最近話題のオメガ3脂肪酸 DHA EPA ですね。サバとかに入ってるやつですね。同じく最近話題のバターコーヒーなどに含まれている MCT オイルというものです。ボディービルをやっている方はコレステロールを減らしすぎると勃起力が下がってしまうということをですね、知識として知っていますから、油は油でもこういう良質な油を取ることを基本としてやっています。そういった面では最近話題のサバ缶っていうのはそういった勃起力の面でも健康にいいと言えるでしょう。さて本日お伝えしたかったのは、薬の成分によって男性ホルモン値が下がると性欲がなくなってしまうということです。ですから性欲を増やして勃起力を維持するためには、普段から男性ホルモン値を上げるために筋トレをしたり体にいい油を取ったりすることが重要だということです。筋トレをする時間がないという人は飲むだけで男性ホルモンが増えるテストジャック100という所長おすすめのアプリがありますので、そちらを選んでも良いと思います。それでは本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。これからも勃起力をキープするための情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。